なんでこんなに閉じちゃうのかな、なんで人とつながりたくなくなっちゃうのかな、開かないメリット、開くことによってのデメリット、閉じることによるメリットって何なんだろう。閉じるメリット、拒絶されないし、バッシングっていう言葉が出てくるけど、バッシングも受けないし、いいことも受け取れないだろうけど、でも拒絶されないことの方が勝る感じがあって、うん、開くことのデメリット、自分の都合なんてお構いなしにってことが展開してコントロールが及ばなくなること、うん、どこに連れてかれるか分かんないってこと、精霊によってその脚本にあるんだったら傷つくことも出てくるし、そりゃ拒絶とかバッシングとかも出てくるってことだから、でそれはもうどうしようもないから出てきてほしくない、あそういうことが起こってほしくなくて、うん、だから開かないってことです。自分でその紙に書き出したりっていう時になんかあんまりそこまで出てこない、そういう意味でもそのつながると早いっていうのを今体験させてもらった感じがするんだけど、なんかまだあと一声みたいなまだ完全にOKに慣れてない感じがあります。とにかくその痛いこととか傷つくこととか苦しいのが怖い、嫌だってなって、閉じてる間もその苦しいのとか痛いのとかちょっとウェルカムって思う瞬間もあったけど、なんか思って終わったっていうか、全然ウェルカムできてない自分が分かって、ただ苦しいのと一緒にいたって感じでしたね。でもなんかそんな自分もいるけど、なんか本当5歳児どころかもう3歳児みたいな自分もいて、なんか いらないでしょみたいなのとか、でも自分のことも構ってよみたいなのとかすごいイヤイヤ期みたいな自分を感じることもあって、閉じてるくせになんかいいところだけ欲しいみたいな自分、なんか嫌だなっていうのもあります、うん。兄弟とつながろうがつながる前がその痛々しさ、どうせ見放される、どうせ拒絶されるっていう感覚は世界が出現する以前にあるわけね。宇宙がビッグバンとともに宇宙が出現する以前にあるわけね。必ず神は私を報復しに来るであろう、私の裏切りゆえに神は私を殺しに来るであろう、見殺しにするであろう、愛されないはずだ私の罪ゆえにっていうのが宇宙ビッグバン以前にある。でそれ痛々しい、猛烈痛々しい、本当に藁をもすがる以上の痛々しさで、その痛々しさや見放されるっていう感覚がビッグバンとともにこの世界に投影されている。そっちの方が楽だから投影されている。で自我のそのトリックを精霊は逆手にとって、この人間レベルに投影された見放される、拒絶される、その痛々しい思いになる、だったら閉じた方がましいっていう、こう薄めて投影されたこれを精霊は使って原因のレベルに戻させて、その原因が元より無だった、あなたは裏切ってない、神を裏切ってないんだ、あなたは神を裏切ってないのであるから神はあなたを見放したりはしないのだ、うん、それは不可能なんだ、あなたの裏切りって絶対不可能なんだっていう、
本当の訂正を受け入れるために、この人間レベルのこう将校のその心が閉ざされているみたいな、この状態を使って精霊は逆戻りさせるつもりなんだよね。だからそもそも将校が誰かとつながろうがつながる前が、この痛々しさ、その宇宙以前からある から逃れられない。だからそれが訂正されるために、元からそれは無だったっていう訂正を受け入れるところまで自分が戻れるために、痛々しさを自覚するっていう必要性がある。これから私のお腹にナイフが刺さるんじゃない。ずっと宇宙以前から私のお腹や心臓にナイフが刺さったっていう感覚がまとわりついてた。宇宙が現れる以前、地球が現れる以前からずっと私の胸やお腹に刃物が刺さりまくっていたっていう感覚がずっとあった。今からじゃない。今から刺される。今から痛い思いするんじゃない。宇宙以前からずっと刺されたままで、刺されたっていう感覚があるままで、それに信じる力を与えたまま、そしてそれを忘れることにする、ないことにするっていうトリックを仕掛けて、本当は刺されてるっていう感覚があるにもかかわらず、忘れたところからこの世界で人間のふりするみたいな投影をループし続けてきた。この人間レベルのいろんな関わり合いの中で、今から刺されるんじゃない。今から痛い思いするんじゃない。ずっと痛い思いがあったっていうことを認識して、それが無だったっていうことを思い出させてもらうために関わりがある。この刃物が元から自分のお腹や心臓に刺さってなかったな、そんな武器は存在不可能だったんだっていうことを、私が真に納得する、受け入れるために人間関係がある。今から刺されるんじゃないんだよね。だからそこからね、もうとっくの昔に刺されてる感覚がある。心臓にナイフぶっ刺しされたまま、それが私って信じたまま、それを一回忘却させることにして、何の気なしにここで関わっていくみたいな。やってた。ずっと刺されてるのね。こういう信念が自分の中にあるっていうことを思い出させてあげる必要がある。今から刺されない。とうの昔にそれが起こったって思ってる。それが今も引きずられてずっと刺さり続けているって信じているのは私。そのナイフがスて空中に、粒子に戻って消えてしまう。物理的に鋭利なナイフが、刃物が自分の心臓にぶっ刺さってるって、痛々しいっていう感覚。このナイフを一生懸命、痛みを伴いながらキュッ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 抜くんじゃない。抜く必要があるような実体ある刃物じゃなかった。その刺さったって思っていた信念が見られることによって、あ、心臓にナイフ刺さってるっていうのをちゃんと見ることによって、私がそれを抜く必要があるわけじゃない。それが元より無だったんですよって精霊から教えられて、その刃物っていう物理的に持っていたものが粒子に戻ってしまって、あ、元からなかったっていう状態が認識される。これから刺されるんじゃない、大子に刺されたっていう感覚がある。安心して、今から刺されるんじゃないってことね。宇宙以前に刺された、やられてる、やられるんだっていう記憶があるので、それが意味の中にいろんな方法で投影されていく。今から刺されるんじゃない。過去起こったかに見えた。でもそれは一度も実在したことがなかった。信じてるんで、これはリアルだって信じてるんで、夢の中で展開するあらゆるシナリオ、状況がリアルに見えるかもしれない。自分が信じてるだけ。自分がこの刃物がリアルだ。自分はそのように、その痛めつけられている。痛めつけれるはず、これからもって信じてる分、夢の世界の中でそれ投影されてるものがリアルを持って感じれるかもしれない。
でもそれを避けていてもどうにもならない。宇宙以前からずっとぶっ刺さってるっていう感覚があるので、逃れようがない。むしろこれが本当の本当の意味で、真に癒される。元からそれはなかった、元からそれが起こらなかったっていう、受け入れるために拒絶するじゃない、避けるんじゃなくて、関わることによってこれを見て、これが無だったって受け入れていく。その真の癒しのためには避けるっていうのは有効ではないんですね。そもそも刺さってる感覚があるから。全部過去なんです。とっくの昔にぶっ刺さってるんです、感覚としては。もうそもそも刺されてるところからこの世界映し出されてるんで、刺されないようにするとかいうコントロール不可能ね。もう刺さってるっていう信念から世界は現れてるんで、この世界でそれを避けるとか無理。この世界を使って刺さってなかったんだ、そんなことは起こりえないな。この世界を使って形勢逆転されていく。それはもともと起こらなかったんだ。避けながらはそこに戻って訂正を受けるって無理。だからすごくいいお知らせなんですね。これから刺されるんじゃありませんよ。遠の昔に刺されたってあなたは信じてますよ。刺されたって思ったその地点からこの夢、あなたは夢見てますよ。でも、それ一度も刺されたことないんです。あなたの心臓やお腹に一度も刃物が刺されたことなかったんです。いい情報なので、これを避けるんじゃなくて、ちゃんとそれを見て、元からそれは無だったっていうことをどうか知ってほしい、学んでほしいんです。いい情報ですよって言ってるんですね。何の損失もないんですよって言ってるんですよ。だから一緒に見ていきましょう。この世界の起源が、私は私の罪にこのような業罰を受けるに値する、それが私なんだって、その信じているところからこの世界投影されているので、もちろん私がどうせ兄弟とつながろうとしても、いずれ必ず彼らに見放されるとか、拒絶されるであろうとか、好かれないであろう、愛されないであろうっていう信念は付きまとう。なぜなら私はその私の罪ゆえにこのような仕打ちにあって、あ、当然ですって先に自分が決めてるところからこの世界を映し出されてきたので、だったらつながらない方がマシ、どうせ見放されるんだったら最初から求めない方がマシっていう信念はやっぱり最初に抱え持っている。でもそれが本当の私たちじゃないからこそ、本当は私たちは全面的に無条件に神から求められていて、神に愛されている、そういう愛がふさわしい存在なので、私はどうせ見放されるはずっていう信念を抱え持ちながらでも、その信念について兄弟に2歳児、3歳児、1歳児みたいにひっくり返ってジタバタしながら打ち明けさせてもらっても全く問題ではないし、不思議なことでもないし、みっともないことでもないんですね。でも自分はみっともないと思う。でもみっともないのを晒しても大丈夫なんだということを知ってほしいと思ってる、精霊は。羨ましいと思ってる。みんなのその信頼関係羨ましいと思っている。本当私もそこに入りたいと思っている。でもどうせいずれ必ず私は見放されるんだから、最初から求めない方が自分にとって得策だって信じている。自分の信念が全く当てにならないものだったっていうことを精霊から教えてもらうためにも、そのかっこいい自分をキープするんじゃなくて、みっともないような自分っていうものをその兄弟の前で打ち明けさせてもらうっていうのは、自分のためにもやる必要はあるんですね。